アンディネー・ゲラインは、香港代表の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。現在の中華人民共和国である、当時のイギリス領香港に生まれた。中国名は、ジョリョー・ボン。ドイツ生まれの父と、香港生まれの母を持ち、1歳の時に、ドイツのニュルンベルクに移り住む。5歳の時にサッカーを始め、1、FC ニュルンベルクのユースに9年間所属。 数チームを経て、1FC シュァインフルト05でリーグデビューを果たした。2007から09シーズンに所属したドイツ3部のキッカーズ M デンでは主力としてプレー。しかしながら、同チームがクラブライセンスを満たさなかったことからリーグ降格が決定、自身初の国外クラブであるキプロスファーストリーグのアペップピツリアへと席を移した。キプロスでの1シーズンを経て、 自らのルーツである中国への興味から中国サッカースーパーリーグの新選暮れないへと移籍した。新選暮れないでは2シーズンで40試合に出場したが後半は怪我の影響もあり2011から12シーズン終了とともに放出される2011年8月に香港の香港ルロー族9回と契約。しかしルロー族9回でも怪我が原因で満足な 出場機会は得られず、2013年1月に契約満了となったことで再びチームを探すことになった。2013年7月、奇襲地上足玉クラブとの契約が発表された。その出生からドイツ代表と香港代表として出場可能であり、また新鮮くないで2年間プレーしたことから、中国代表としてもプレーできる権利を得ていた。最終的には、 2013年8月に香港代表として代表候補に初めて名を連ねると10月に行われたアジアカップ2015の UAE に臨むメンバーに選出され、そして香港代表デビューを果たしている。ありがとうございます。